今日はですね、トップの肘のゆとりからですね、肘、腕をですね、鞭のようにしならせて打つ方法を教えます。はい、じゃあバックスにトップ作ってください。はい、非常に肘にゆとりがあって、ここに懐があります。はい、この懐のあるトップから左肘を伸ばしてワイドアークで、はい、インパクトまで持ってこよう。はい、戻ってくる。はい、もう一回バックスイン。はい、肘を伸ばしてワイドアークで振ってきてフォロースルー持ってくる。これが正しい、肘をですね、ゆとりを持たせた形から、鞭のように使う使い方です。今まではバックスイングのトップでしっかり腕を伸ばしてこう溜めてきますね。腕とクラブの間に角度を持ってきて、これはもう古いスイングの形です。はい、そしたらじゃあ球打ってみましょう。ワイドアークから